はい、では鯉のぼりネイルを描いていきます。一番上は大きく描いていきます。こんな感じで先端をちょっと三角のように尖らせて、こっちはまっすぐ描いていきます。少し歪んでも大丈夫です。と2番目も一番上よりはちょっと小さく描いていきます。3番目は真ん中辺に描きます。4番目は一番小さく描いていきます。はい、こんな感じで一度固めていきます。なのでこちらで色をのせていきます。まず一番上のお父さんはネイビーのクリアをちょっと混ぜたお色で塗っていきます。こうしてちょっと薄めていきます。そしたらここにちょっと薄付きな感じで、こうして、あら、ちょっとムラを作って、こんな感じです。2番目のお母さんはピンクで塗っていきます。知りません。3番目の子供たちは水色で塗ります。あー、ちょっとこうやってグラデーションにしても可愛いですね。なので、ちょっとグラデーションにしてみようかなと思いますね。ここをちょっと薄くして、こっちの方を濃く、こっちもここを濃くして、こっちを薄くして、はい、3番目の子供たちは黄色で塗っていきます。はい、こ
これで一度固めていきます。模様を描いていきます。
皆様こんにちは、色と色ネイルの郁恵です。本日は鯉のぼりネイルをご紹介したいと思います。はい、まずは親指のデザインを描いていきます。ここに丸を描いて線を描きます。そしたら下にも棒を描きます。少しなぞって綺麗な線にしていきます。そしたら一番上に大きい鯉のぼりを描いていきます。ここは紐があります。失敗しました。そしたらこちらに鯉のぼりを描いていきます。こんな感じで尻尾も描きます。こんな感じで次の段は少し小さい鯉のぼりを描いていきます。少し歪んでいても大丈夫なので3匹目も描いていきます。4匹目も描いていきます。一番小さく描きます。はい、こんな感じで一度固めます。まずここに顔を描いていきます。上の親指の上の方は大きく描きます。目も描きます。目も描いて、怖い。はい、